て出発セレモニーにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。皆様に愛されを届けた200系新幹線は3月16日のダイヤ改正に伴い定期運行を引退し、その後団体臨時列車としてのみ運行しておりましたが、本日が最後の運行となります。200系新幹線は1982年東北新幹線開業とともにデビューしました。雪国を走る新幹線として厳しい交通機関にも走行できるように、それまでの新幹線にはなかったさまざまな工夫が施されました。例えば雪をかき分けるため先頭車には大きなスノープランが取り付けられ、また雪の付着から床下機器を保護するために車体はボディーマウント構造を採用しています。200系新幹線に採用された当時の革新的な技術はその後の新幹線にも受け継がれており、この200系も東北上越新幹線開業以来30年以上の間今日まで走り続けることができました。最後の運行となるさよなら200系号は引退後もお客様との思い出の中で永遠に走り続けることを願い、このラストランを新潟までのご旅行とパッケージにして旅行商品として発売いたしました。発売と同時に大きな反響をいただき、200系の人気の高さを伺い知ることができました。このさよなら200系号に感謝と特別の思いを込め、ただいまより出発セレモニーを開催させていただきます。申し遅れましたが、私本日の司会進行を務めさせていただきます石詰久子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに本日ご列席いただきましたご来賓の紹介をします。ご来賓は昭和57年新幹線が開業した際に大宮駅長を務めていらっしゃいました下村光一様です。下村様にはこの後引退する200系への送別の言葉をいただきますが、改めて略歴などをご紹介させていただきます。下村様は昭和23年国鉄広島駅に就職されました。その後東京勤務を希望され上京、お仕事の傍ら大学をご卒業、いろいろとご苦労をされたそうです。その後水戸黒沢管理局に配属され、さらに関東支社に転勤されました。お仕事は主として人事の関係に携わっておられました。これらの業績を評価され、東京北鉄道管理局と東京南鉄道管理局の営業部総務課長を歴任され、上野分部長を経て昭和57年3月新幹線大宮駅開業に向けて大宮駅長になられました。大宮駅にいらっしゃったのは新幹線の開業3ヶ月前で工事が最盛期で、着任して以来連日連夜に及ぶ工事のチェックや開業後の列車運行管理、多客機のお客様の運行等を多くの課題に取り組まれたそうです。その中でも特に職員の意識向上、接客の改善、安全管理の徹底等を最優先に指導され、新幹線開業を無事に迎えることができたそうです。新幹線はその後上野まで延伸されたわけですが、下村様を上野駅長にご栄転され、引き続き新幹線に携わりご活躍されたそうです。なお国鉄を昭和61年に退職されました。それでは下村様より送別の言葉をいただきたいと思います。下村様よろしくお願いいたします。最後からおしゃべりですよ。おしゃべりですから。ごめんなさい。ただいまご紹介をいただきました。本日は
は大勢の2人、やって最後ということでお集まりいただきまして本当に感謝でございます。今日時間が短いので私は新幹線駅長になった当時のあるいはその後の状況、それから新幹線に対する私の思い入れなどを紹介させていただきます。大宮駅が新幹線始発駅になったということはもう画期的なことでございまして、東北線の119番駅の大宮駅が首都圏の最北端で、東日本の玄関口、新幹線の始発駅ということでこれの、脚光を浴びたわけでございます。それから新幹線にスタートいたしまして、大宮会場があった終わった後の人に出て行かせていただきますが、非常にお客さんが多くてなかなか大変でございました。週末だとかあるいは夏季にわたりましてはお客様をさばくというのが非常に失礼でございました。大変であったと思います。自由席の案内等が非常に大変でございました。それからその年の冬に、大雪が降りましてスキー客が大勢来られました。1000人以上のお客さんが新幹線に乗れないという状況がありまして、いろいろ帰宅を繰り返したんですけれどもなかなかできなくて、相当鉄道公安室の道場で仮眠していたというようなことに、そういうことを思い出します。また次に、新幹線といえればスピードがどうだろうかと言われました。新幹線が200系が入ってまして、当初が200キロ、その3年後に240キロ、それから新型に変わりまして270、現在は E5 系で320キロになっています。これがちょうどヨーロッパで言いますとフランスの EGV が320キロ、それからドイツの ICE がやはり320キロということで、まさに肩を並べたわけです。Thank you.